去年の決勝、延長の末、劇的なサヨナラタイムリーで桐光学園を下した横浜。因縁のライバルが今年は準々決勝で激突します。これまで全てコールド勝ちと盤石の横浜高校と、雪辱に燃え気合の入る桐光学園。この大一番、去年の夏に投げ合った両校のエースが再び先発マウンドに送り込まれます。桐光学園の2年生エース松井は1回、キレのあるストレートと多彩な変化球で横浜打線を3者連続三振に切って取ります。対する横浜高校のエース柳も丁寧にコーナーをつくピッチングで桐光打線を抑え、2回を無失点、抜群のコントロールを見せつけます。均衡が崩れたのは3回表。この回、横浜高校の先頭打者7番長谷川が松井のストレートを完璧に捉え、打球はレフトスタンドへ。横浜高校が1点を先制します。しかしその裏、桐光学園は内野安打と送りバントで2アウト2塁の場面を作ると、2番宇川がセンター前へタイムリーを放ち、すぐに試合を振り出しに戻します。その後は両校エースの投手戦になり、迎えた8回、桐光打線が内野安打と送りバントなどで2アウト1塁2塁のチャンスを作ると、バッターは3番の水貝。ここで2年生ながらクリーンアップを打つ水貝が値千金の勝ち越しタイムリーを放ちます。そして4番植草、5番山口も続き、桐光学園はこの回に3点を挙げ、横浜高校を一気に突き放します。去年の王者として負けられない横浜は9回の攻撃に全てをかけます。1番浅間、2番高橋がフォアボールで出塁すると、松井のワイルドピッチを誘い、ノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。ここで3番樋口のセカンドゴロの間に横浜は1点を返します。なおもチャンスは続き、ワンアウト3塁、ホームランが出れば同点の場面。ここで迎えるバッターは4番高浜。高浜の打球はぐんぐん伸び、あわやホームランかと思いましたが、フェンス直撃のスリーベース、ランナーを1人返し1点差に詰め寄ります。しかし最後は桐光学園の松井の執念が上回りました。去年の王者横浜のプライドをかけた猛攻をなんとか断ち切り、ゲームセット。4対3で桐光学園が横浜高校に打ち勝ち、準決勝進出です。8回のあの場面、一気に打線が爆発しましたね。はい、いや、 やっぱり松井は待ってたんで、まあ、自分たちが打ってあげようという気持ちで、まあ、結果ができてよかったです。まあ、あの打席はもう自分で決めようと思って打席やりました。打った瞬間どんなこと考えました？いや、やったと決めれてよかったです。いや、しびれる展開でした。今どんな気持ちでしたか？そうですね、もう最終回すごいヒヤヒヤして、もうやっと終わったっていう感じでホッとしてます。最悪同点まで OK するつもりで、もう味方を信じてとりあえず思いっきり投げてました。まあ、勢いのあるチームなので、まあ、うちも声出してとりあえず自分たちの野球をやって、まあ、最終回1点多く終わっていればいいっていうだけです。でもまだ負けた実感がないです。最後の夏、みんなで戦えたということは自分にとって財産になっています。先輩たちのためにも後ろにつなごうと思って思いっきり振りました。こういい先輩たちばっかりだったんで、もっと長く野球はしたかったです。横浜高校の渡辺監督はじっと我慢してチャンスを待っていたが、結局ものにできなかった。思いをかけてやってきたこのチームで勝っていけると思っていたので、ショックが大きいと話していました。尾関キャプテンは、4期連続甲子園出場を目標にしてきたので、悔いがないといえば嘘になる。しかし、ここまで来られたのはチーム全員、応援してくれる全ての人のおかげと感謝の気持ちを口にしました。
東京大会準決勝、史上初のベスト4進出を果たした都立片倉、都立勢27年ぶりの決勝進出はなるでしょうか。片倉のエース金井貴之投手、実は一度別の高校の野球部に入ったものの怪我や病気が重なり退部。そんな時、中学のチームメイト小林選手に誘われて片倉に転校してきました。よくここまで投げてくれたなとも思ってるんですけど、まあ誘ってよかったなと思います。キャプテンとしても人としても感謝ばっかりしてて、やっぱこの夏の大会で恩返ししなきゃいけないなっていうのはすごい思います。都立片倉は決勝進出をかけ去年ベスト4の光星学園と激突。2点をリードされた4回から金井がマウンドへ。流れを取り戻そうと力みすぎたという金井は制球が定まらず、光星学園打線の勢いを止められません。7回、片倉はワンアウト三塁とすると内野ゴロの間にキャプテン小林が生還、1点を返します。続く8回、光星学園のエース磯崎を捉え、ワンアウト満塁のチャンス。打席には3番キャプテン小林。思いを乗せた打球はピッチャーを強襲。この一打で2点を挙げます。さらに9回、ワンアウト1塁3塁で9番峰尾のタイムリー。7点あった点差がこれで3点差。なおも2アウト1塁2塁のチャンス。この夏快進撃を見せた都立片倉、その夢は準決勝でついえました。高崎商業池田正和選手、大会直前までレギュラーとして活躍していたのですが、練習試合で右手を骨折。記録員としてサポートします。もうみんながしっかり全力でできるように声とかしっかり出して頑張ってください。甲子園に行けばまたベンチに戻れるので、池田のために自分は行きたいと思います。甲子園まであと2つ、池田のためにも負けられない。高崎商業は序盤からエース関が6者連続三振を奪うなど、桐生南打線を完全に抑え込みます。4回、ワンアウトでキャプテン石田が出塁。すると積極果敢にチャンスを広げます。ここで4番諸住、キャプテン石田がホームイン。今大会1失点の桐生南エース瀬川から貴重な先制点を奪います。ここまで好投を続けてきた関は6回、桐生南打線に捕まり2アウトランナー3塁1塁のピンチ。リードは1点、しのげるか。迎えるは4番諏訪。このピンチを切り抜け勝利した高崎商業、約束の甲子園まであと1勝です。キャプテンがなんか池田君を甲子園連れて行きたいというすごい強い気持ちを持っているそうなんですが、本当ありがたいです。本当感謝します。甲子園目指してやってきたんで全力で頑張ってほしいと思います。